熱帯魚ライフ楽しんでますか？どうも、笹野です。今回は推ししか飼わん我が家の可愛い熱帯魚たち5選小型魚編というお話をしていきたいと思います。完全にね、親バカ会になります。もう説明不要、抜群に可愛い我が家の熱帯魚をもう分かったよ笹野というほどアピールしたいと思います。ちなみに私の可愛い基準は顔が可愛い、これ一番大事ですね。行動が可愛い、これも大事ですね。色味が可愛い、まあこれは最悪地味でも可です。まあね、この3つはあくまで私の好みですけどね。でもしもこの動画を見て私もお迎えしたいと思ってくれる方がいましたら、こんな親バカ動画でも作ってよかったなと思います。簡単な飼育のコツなどもお話ししていきますので、熱帯魚ライフを楽しむための知識として無駄にはならないかと思います。ぜひ最後までご覧ください。サスノアクアリウムでは熱帯魚についての情報やアクア用品のレビューなどを動画にしていますので、興味がある方ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本編行ってみましょう。まずはオデッサバルブ。ミャンマー原産の鯉の仲間で、最大の特徴は鮮やかなメタリックオレンジとギラリと光るシルバーの鱗にイエローに染まるヒレにあります。ネオンテトラをはじめとするカラシンと比べて、コイ科は小型種と言われる魚でも割と大きくなる個体が多いんですが、その分カラシンではあまり見られない体色を持っている個体も多く見られます。オデッサバルブもその一種で、このメタリック感はカラシンではなかなか見られないのではないでしょうか。この体色から改良品種だと思いましたが、なんと原種でこの体色なんですよね。熱帯魚あるあるですが、メスはちょっと地味です。ただしメタリック感はちゃんとあります。他の小魚よりも明らかに違うのが、警戒心がめちゃめちゃ薄いことですね。もう池の鯉並みに寄ってきます。これだけ懐くと手乗りオデッサができるんですよね。この行動がダントツで可愛い。美しい体色で懐っこいお魚とか最高ですよね。飼育のコツなんですが、コイ科の仲間って遊泳スピードが恐ろしく速いイメージがあると思いますが、このお魚も例外なく遊泳スピードが速いです。カメラで捉えるのがめちゃくちゃ大変なんですよ。このスピード感なので、飼育するお魚も選ばないと餌食い競争に負けてしまうので注意が必要です。あとはなかなかに気が荒いので、他のお魚と混泳させる場合はオデッサバルブより少し大きめのお魚か、同サイズなら群泳するお魚を選ぶとうまくいく傾向があります。続いてはトーマシーですね。ギニア、リベリア原産の小型のシクリッドで、最大の特徴は青の砂を体に散りばめたようなラインと青と赤に染まるヒレの美しさにあります。正式な流通名はアノマノクロミストーマシーといって、まるで古代生物のアノマノカリスみたいな名前ですよね。このお魚は皆さん観賞目的で飼育されることより、スネール退治の目的としてお迎えされることが多いのではないでしょうか。購入した水草などについてきて、いつの間にか増える貝、サカマキガイやモノアラガイが一般的で、多少ならお魚の糞や苔を食べてくれるので構わないんですが、一定以上繁殖してしまうと貝の糞で水質が悪化したり、水槽の景観を悪くしてしまうことになりますよね。そんな時にスネール駆除してくれるのがこのお魚になります。残念ポイントはスネールだけでなく、口に入るサイズのエビも食べてしまいます。南沼エビやチェリーシュリンプなどとは混泳させることは難しいかもしれません。もしどうしてもエビと混泳させたいのであれば、大和沼エビの方がうまくいく傾向があります。ただし隠れ家を多めにして、追いかけられても逃げられるポイントは作ってあげた方がいいかと思います。私の場合はそもそもエビが入ってない水槽で飼育していて、苔の対策はサイや水にお任せしてます。この混泳ならお互い興味がないようですので、うまくいく傾向が強いのかなと思います。飼育に関しては特に水質にうるさい面もなく、熱帯魚を飼育したことある方なら問題なく飼育できるかと思います。臆病な面があるので、単独で飼育する際は隠れ家を多めに作ってあげると、ストレスが少なく綺麗な体色を鑑賞できると思います。トーマシーに関しては完全に顔採用ですね。
シクリッドにしてはのっぺりした顔をしてて、本当にタイプのお顔です。もうね、ぜひ飼育してほしいです。続いてはワイツマニーテトラ。ブラジルコロンビア原産のカラシンの一種で、最大の特徴は金と濃厚のラインに散りばめたようなブルーの発色と、成熟したオスは背びれが伸縮してとても見応えのあるお魚になることにあります。こういうマニアックなカラシンって本当にロマンですよね。珍しいと言われるカラシンはとにかく種類も豊富ですので、お気に入りのお魚を探すのも楽しいです。ほとんどが買い込むことによって発色するお魚ですので、そこに飼育の醍醐味を感じるのではないでしょうか。ワイツマニーテトラも買い込むことによって表情を見せるお魚で、金と濃厚のラインに散りばめたブルー、これが本当に美しいんですよね。顔をよく見るとちょっと彫りがあったり、表情がはっきりしてて、何か西洋的なお顔をしてますね。うん、好奇心が強くて他のお魚の餌をガンガン奪います。最近ではエビの餌がお気に入りのようですね。同種だと小競り合いをしたり、フィンスプレッティングを見せてくれたりしますが、他のお魚に対しては特に何かすることもないので、混泳はしやすい個体だと思います。飼育に関しては弱酸性の軟水で飼育すると本来の美しさが出てきますので、ソイルで飼育してあげるといいかと思います。また最大でも3センチと小さいお魚ですので、混泳する際はサイズ差に十分気をつけてもらえると、ストレスなく美しい体色が楽しめるかと思います。ワイツマニーは体色採用だったんですが、いざ飼育してみると泳ぎ方も可愛いですよね。チビチビとホバリングしてるところとか、なんとなく顔の彫りが深いところとか、ちょっと変わった小型のお魚を探している方にぜひおすすめのお魚ですね。続いてはアピストグラマアガシジダブルレッド。ブラジルペルー原産のアピストグラマの一種で、最大の特徴は黒いラインに散りばめたブルー、イエローに染まる角ヒレと赤と黒のスペードテールにあります。個人的には美しい熱帯魚とはアピストグラマのことだと思ってるくらいです。このアガシジーは入門編として最もメジャーなアピストグラマですね。本当に種類豊富で、アピストグラマにハマる人が多いのは十分うなずけます。私も正直水槽を並べて飼育しまくりたいぐらいですが、これ以上は部屋のスペースが足りませんね。繁殖も十分狙えて、個体にもよりますが、オスとメスで子育てするパターンも見られるのがハマる要因の一つになっていると思います。ディスカスとかもオスメスで一緒に稚魚を育てたりしますが、お魚たちでもそういう姿を見るとほっこりしますよね。アガシジはアピストグラマの入門編と言ってますが、結構メスに対してのあたりが他の種類に比べて強いイメージがあります。もちろん個体によると思いますが、以前飼育していたカカトイデスはもっと優しかった気がしますね。アガシジの方が亭主関白なんですかね。もうそういうのはもう時代じゃないのでやめてもらいたいところですよね。ともあれ、追い回されてメスが飛び出さないように隠れ家や蓋の準備はしてください。飼育に関しては弱酸性の軟水飼育が基本で、ソイルに流木や水草で隠れ家を多めに作ってあげると雰囲気も出る上に、お魚にとってもストレスのない環境になるかと思います。ココナッツシェルターなどを入れてあげると産卵もしやすいので、レイアウト的に気にならなければ入れてあげるといいですね。私は土管を入れてますが、気になるのでマジックリーフで隠してます。これ結構気に入ってるんですよね。土管よりこっちに隠れることが多いのが親の心をこしらずって感じですけどね。混泳はあまり期待できないです。繁殖期になるとかなり攻撃的になりますので、基本はペア飼育がいいですね。私はブッシープレコを入れてますが、攻撃されたところは見たことありませんので、この混泳ならうまくいくのかと思います。最後がブロンズプレコ。コロンビア原産の小型のプレコで、最大の特徴は灰色がかった体色にスポットの入った大きな頭と平たい体、なんとも言えないおまぬけな表情にあります。プレコというと大型になるイメージがありますが、この個体は最大でも10センチと小型のプレコですので、小型水槽でも飼育しやすいのがありがたいですよね。またあまり熱心にコケ取りをしないのではというイメージもあったりしますが、ブロンズプレコの場合は本当にめちゃコケ食べます。草食性が強すぎてコケなくなったら餓死してしまうと言われるぐらいコケを食べます。特に石や流木などについたコケを取りたいとき、個人的にはブロンズプレコを入れると一発だと思ってます。
柔らかい水草はかじってしまう傾向がありますが、プレコタブレットなど人工飼料に餌付くのがなかなかに難しいので、逆に食べる水草があるならしばらくはそれをあげた方がいいかと思います。キュウリとかもいいと聞きますが、実際私も試したことはないのでどうなんでしょうか。どっかでね試してみたいですね。とにかくこのおまぬけな顔は一度見たら癖になります。本当に可愛いです、完全に顔採用ですね。ただ水槽内ではめったに見れないレア魚ですので、たまに見れたらラッキーですね。この少しの動画を撮るだけでリアルに1週間かけてます。というわけで今回は推ししか買わん我が家の可愛い熱帯魚たち5選小型魚編というお話でしたが、いかがだったでしょうか。なるべく親バカにならないように魅力と飼育に関して話すようにしましたが、終始テンション高めで申し訳ありませんでした。やっぱりお気に入りの魚を話してる時って楽しくなってしまうのでしょうがないですよね。本当は10選で行く予定だったんですが、予想以上に喋りすぎて前後半に分けました。次回は大型編を紹介したいと思ってます。サスナアクアリウムでは熱帯魚についての情報やアクア用品のレビューなどを動画にしていますので、興味のある方ぜひチャンネル登録お願いします。ではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバイ。